なんなの？なんなのその最後ちゃんと決めるね。ちゃんとやっぱり、やっぱ関西の人だよね。絶対にちゃんとオチをつけてくれるよね。いやできんすよ、ね、なんか俺、ね、できんだね。素人みたいなことで聞いちゃうけど、はい、どの時点であの落ちを出てくるのあれ。いやいや、どこで、一番恥ずかしい。わかるでしょネタの解説終われ。ボケはどこで。どこで思いつくのそう。だってそれ前までもさ、結構やっぱ大変じゃない、それラップにしてることが。なのにあそこの最後に持っていく、あの、うん、あそこでどの時点で、うんあれよって。銀シャリっていうワードがあったんで、ちょっとうなぎっていう、ちょっとキラーチューン、うん、あるなっていうのがあるんで、そこは使いますよ。ちょっとおぎもやってみれば、インフミ、はい、インを入れてみれば。インフミがだから今、うん、すごいよ。うん、MC おぎ。えい。電波のファラーを。イェーイ。あ、イェーイ。わ。うん、うん。お、わ、ちゃ、あ、お、わ、さ、大丈夫だ。大丈夫。何入ってる？イェーイ。いや、いや、いや。もう終わっちゃったよ。過酷なって終わったじゃない。過酷ラップ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキうん、TBS ラジオをキーステーションにお送りしている今夜の木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ。今夜はディスらないとお送りしてるぜ。いや、違う。過ぎちゃう。過ぎちゃう。急に今言ったけど。なんだよ。お送りしてるぜ。今ダメでしょ。過ぎちゃう。それじゃあ次のラッパーの登場だ。この、俺が一番今リスペクトしてるラッパー。メガネビーキ初登場、カリスマドットコムのお二人でーす。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。来てくれた、俺がね、はい、最初に見つけたって言われてる。一番最初に見つけたんでしょ。俺が最初に見つけたって言われてるの。言われてるって言われてねえけど別に。そうそう、このラジオで言われてるんですよ。あ、そうなの。大ファンなんですよ。ありがとうございます。もうね、確かにそう、今日も、うん、あの、ゴルフ行くときにね、もう聞いててますから。うん。アルバム2枚買ったから。あ、ありがとうございます。はい、おー、すごいね。はい。そうで、この見た目。はい。知らないでしょ、今。ちょっと初対面でしょ？勉強不足ですけど、あの、ラッパーの方ってちょっとダボっとした T シャツを、うん、ね、横に被るとか。ねえ。そういった、あの、ルックスやと思ってたんですけど。そうでしょ？どう考えてもアパレルのプレスでしょ？そう。アパレル。こういう方に何回か取材されたことありますよ。そうでしょ？うん。うん、実際だって OL さんなんですよね。そうです。何関係の OL なんですか？私はハワイの雑貨輸入メーカーのジムです。のジム。雑貨輸入。ジム？ジム。ジム？ジムなの？ジムです。いや、なんかアパレルっぽいから、なんかもっと、ね、出る感じ、ね、そうですね。店員さんとか。そうそうそう。現場の方へ思いました。出ないですね。へぇ、明日も仕事？明日も仕事です。朝何時からですか？朝10時なんで、別に。いや、ほんと申し訳ないです。申し訳ない。OL さんなんですね。OL さん呼んじゃったんだ。OL さんなんですよ。申し訳ない、これ平日に。平日に。何をされてるんですか、普段。私は精密機器メーカーのジムです。え？そっちの、ジム、お名前を何ですか？あ、ゴンチです。ゴンチちゃん。ゴンチさん。ゴンチさん。精密機器メーカー。精密機器。小さい製品。精密機器。機をやって。まあ、そうですよね。輸入とかして販売して。精密なやつですもんね。精密な。精密なやつ。どっちも輸入はいいしね。そうなんです。輸入ちょっとけばいいみたいな感じになってます。ジムはオシャレみたいな。ジムです。じゃあ、人も内勤で。ジムどっちも内勤、内勤です。そうです。内勤。はぁ。どういうつもりなんですか、その。そう。その事務員の人たちは、周りの。はい。もちろん知ってらっしゃるんですよね、その、はい、やってるってことを。はい、で、会社でもじゃあ、そういう、有名で。はい。で、なんか、忘年会でやれとか。はい。あ、それはさすがにないんですけど、今のところ。だって会社違うしさ。あ、そうか。会社違うもんね。すごいよね。すごいよ。オーベルだよ。明日も仕事だよ。はい。そうだわ。やめないんですか？そうですね、ギリギリまで。会社行けるぐらいの時は、行っとこうと。いつか辞めるってことですか？あ、ちょっと。だから、オアシズの大久保さんスタイルですよね。あ、そうですね。最初オイルで。結構ギリまでやって。結構最近までやってたよ。意外と最近までやってた。めっちゃ行ける時なんてずっと話したんだからね、オイルさん。そうだよ。そうだ。でもメジャーデビューが決まったってことですか？そうなんですよ。かっこいいんだから。
ゃくちゃ決まるよ。今おいくつなんですか、お二人は。今30です。お、あ、そうですか、二人も。はい。同じ年。はい。同じ年です。今日誕生日だった。あら、あれ今日ハッピーバースデー。そうです。また何て日に呼ぶの申し訳ないじゃん。申し訳ないよ。え、今日、どっち今、開けて開けてじゃないです。あ、23日。昨日っていう。昨日ですね。もう2時間前。最悪飲んだ。誕生日なのに。いや、それは予定入れたいですよ。昨日ね。入れたいよ。また飲んで、飲んで、ちょっとカラオケ行って帰ろうかみたいな。いやー、最悪だね。これが。なんちゅうタイミングで呼んじゃったんでしょうね。リスがないと。今日のだから、一番の不満。結構出ちゃうから。それリスがないのね。あ、そうか。なんで今日呼んでんだよ。今日に限ってよ。いつだと思ってんだよ。最悪だね。最悪。もしこれがなかったら、ね、あった、いろいろね。パーティー。あって。パーティーないと思う。パーティーないとかね。ディスらないとどっちなんだろう。だけど普通なんか、そういう、まあラップとかやってる人とかって、まあ誕生日とかっていうとね、まあクラブとかさ。貸し切ってね。そういうところですごく盛り上がってするんだけど、見た目すごい、可愛いんだけど、ただこう内面がクソガールな感じはするのよ。クソガールって、それはそうですね。そうそうね。結構ディスってますもんね、詩とかもね。だからディスしかない。でしょ？だから多分合うとは思うのよ。多分川島君とすごい似てると思うの。川島ドットコムとカリスマドットコムは性格が似てると思うの。名前も似てるし。そうです。グーの名前も。見て今この感じ、すごく静かな感じ、物静かで。でも歌歌うとすげえディスってるの人を。はい。そうなんだよ。そうは見えないお二人ですよね。実際そうじゃん、川島君も。本当は、テレビではすごくニコニコしながら、すごく仕事をそこなくこなすのね。なんだけど、心の中で、こいつムカつくなとか、共演するアイドルとかを、すごいこう、腹立ってる人なんで。そうなんですか。うん。そうまあ、溜まってることありますよね。もう生きてると長いことやってますからね。ちょっと自分のこと面白いと思ってる俳優とか大嫌いでしょ。そうですね。シアター D からやり直せと思いますけど。実名出せない。そうだな。変にボケてくる俳優ね。変にボケてね。役者で笑ってますよ、みたいなね。ありますけど。そうなんだよ。でもちょっと、聞いたことないでしょ。そうです。はい。え、聞かせてくれんの？ちょっと聞こうよ、まず。二人の。聞きたい。はい。はい。何で？あ、そうなの？そういうことなのね。こっち見たらいっぱい人いる。すいません。なんだよ、いっぱい人来てる。音楽関係者。そうだよ。いっぱい一人と9人でいっぱいなんですかこのラジオ。いや、こんなに来てることない。こんなに来てることない。いつも少々制で。そうそうそう。そうですよ。こんなにいっぱいいると思わなかった。見ちゃったよ、俺。注目のこの一番ですね、今日。いいじゃないの。じゃあ、もうちょっとしたら聞かせてあげるから。はい。今はね、ちょっとまだ聞けないね。聞けない。あ、まだ。お預け。なぜかっていうと、今かけちゃうと、時報が入っちゃう。シンプルな理由で。そうそう、じゃあやっぱり。あんま好きじゃない方でしょ、歌の途中に時報入るの。うん、あんまり。それでディスらない。そうね、ディスらないと。時報ディス。じゃあちょっと。